リアルマーケットアナライズ in 京都4月15日土曜日開催おはようございます,いますさあ今週も始まりましたマーケットアナライズプラスです岡崎さん今週は難しい一週間でしたねはい。あの日本全国が、はいえー、WBC で盛り上がってる中なんで私らはですね、こんな苦しい <laughs> <laughs> こんなですね終わりのないですね、うんえー、分析をしなきゃいけないのかななんてですねあのちょっと嘆いてしまった1週間でもあるんですがでも今日は心強い、はいうん、人に来てもらったのでつら、うん、いですよねこういう時ね。 そうですねもう最近なんかあの出張ばっかり全国行ってるんですけど全国出張行ってるのになぜかアメリカの話をしなきゃいけないっていう <laughs> なんかよくわかんねえなというそういう状況ですね。<laughs> 本当ね我が国は何も悪いことしてないんですよ私たちは投資家も日本の投資家も日本の消費者も日本の経営者さんも何も悪いことしてないのになんでこんなにですね混乱させられるのかと。 というぼやきから始まりましたすみません、はい、始めましょうかえー、日清基礎研究所の矢島さんにはや今後どんなふうになっていくのか、うん、そのアメリカの話を伺っていきたいと思いますそれでは土曜の朝はマーケットアナライズで資産運用を考える習慣をえ、まずはよりグローバルな視点からマーケットを分析していくグローバルラップですお願いしますはい。あのダウのチャートで、えー、右端の七本だけ見てもらえばいいです はい、右端の7本だけです8日の日から8、9、10で13、14、15、16とあるんですけどもシリコンバレー銀行というのがですね、最初に8日の日に増資するって発表したんですよなんで増資するって発表したかというと潰れそうだ、助けてくれってわけですよ、うん、助けてくれっていう話をしてたらみんなが一斉にお金を引き出しに行ったんです引き出しに行くってってもそれは ATM に並ぶとか 窓口に行くんじゃなくてオンラインで引き出しちゃうわけですよ、はい、あっという間に引き出しちゃうわけですよね銀行なんていうのは個々の東西要問わずお金引き出されちゃったら潰れちゃうので仕組み的にはね で結局10日の日に、ね、FDIC というです、ね、預金保険機構というところがの傘下に入る、まあ、実質的に破綻したということになって10日の日ですねで土日の間に救済策を考えて、ええ、FRB があの金を貸してやる1年間金を貸してやる全米のこれがあのどん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 広がっちゃ困るので、ねはい、え連鎖したら困るのでそれをやって。 あ疲れてきたで最終的にですね、まあ、クレディ・ツイスなんていう話もあってあとはそうですね起死回生の一撃というのがあのお金っていうのはオンラインで引き出してもその A 銀銀行行から B 銀行に行くだけなんですよ本当に現金引き出して現金輸送車で運んだのはこれは大変なことなんですけどもそれ420億ドルも引き出すっつったらトラック何回やとっても何だやとっても足りませんからね。 結局お金がほかにバンカメとかシティとか置き配とか入ったからこの連中がみんなやりあの出し合ってあの足りなくなったらあの預金するからっていうことで、えー、なんとか、えー、何着陸をしたということで何か足りないことありますか矢島さん私の説明ですけどもねこんなもんですかね。そうでです、ねまあ、だかから後で今回のそのの機っていうのかなあのー 過去とどう違うのか、まあ、はっきり流動性危機なんですよね。うん、だから、流動性危機に対して、どう対応しなきゃいけないのかっていうの、の、まあ、議論が多分あると思うんですけど。一応ニュースとしては、そういう感じかなと思います、ねうんうん。ただ、過去の流動性危機と、今回は違うのは、今回別に不良債権じゃないんですよ。うん、だって、あの、優良なアメリカ国債と、アメリカの不動産証券に。 投資していたわけですからできるわけけででですすかかららきる決して過去の何に投資してるか分かんなり回収できる見込みのない金融商品に投資してあるいはあの回,収見込みが回収見込みのないところにえお金を融資してそれが潰れてしまったとかっていうわけじゃないので本当は解決方法があるんですが何せとにかく秒単位で何億ドルというお金が動く時代になってしまっておまけにそれがツイッターで煽られてしまったり。 なんかスラックという道具とかがですね暗躍したみたいなんですけどもこういう時代のもんですから決して昔の流動性危機とは違うんだけれども新しい技だけにですね対応がやっぱりちょっと後手に回ったかなという気がするんですが、うんえー、矢島さん10年金利を今出しました。これもう金に上がらないでですすよねえとそうですねそしばらくはまあちょっと 下がる方向のバイアス強いかなと思いますけど各国とも多分そういうことなんじゃないですかね。うん、これねあの実際 FRB の行ったえーと BT なんとかっていう1年間の貸し付けの結果、えー、あと臨時の公定不イベースの貸し出しも含めてバランスシートも,ものすごく増えた1週間ですからね、うん、要するにバランスシート増やすつまり量的緩和してるわけですよ。量的緩和しながら 利上げって、うん、俺はだから一応今建前としては ECB も,えっともう今日日本時間の日本夜になると0.5の利上げしたと思うんですけど、はい、一応今流動性危機なので、うん、流動性供給はその金融システム対応でやって、うん、利上げはそのインフレ対応でやるっていう政策がありやつは一応やってるんですけど、ねうん、でもそれって矛盾してるよねっていう話がこれから23か月の間にちょっと市場と各国中央銀行で多分バトってどまあ 市場が望む利下げの方向に行くのか、かやっぱりこの信用割合というのままで行くのかっていう、うん、多分その話になるんじゃないかなと思ますね。ますね来週の FOMC で パウエルさんうまくしゃべれるかなと思ってねリ、うん、<laughs> スインフレって言ったあとには、ね、ガンガン利上げするって言ってででで今度はこの危機になって5月1日まで調査するって言ってますから、まあ、そんなことなんで10年金利が下がってそれは10年金利が下がるとなればこれナスダックは上がるということで、はいうん、こちらの番組でもね、えー、ナスダック買いのダウ売りなんていう話をしてましたけど <laughs> 当たっちゃったなみたいな感じで,です、ね、これやっぱお金はナスダックの方に逃げてくる。まあ あの預金のお金がね大きな銀行に流れていった地銀から大きな銀行に流れていったというのが今回の流動性危機の本質なんですけどもそれのミラーイメージでじゃあ投資のお金は中型小型という流動性の危機が比較的合いやすいところからより大きなところへお金がどんどん逃避しているという絵にな,りなってきたなという感じですね。はい でまあ、結果的に金利が下がりましたからドル円はこんな感じで上がる力はやっぱりないでしょう。で日経平均はねどっちなんだと日本じゃ大きいマーケットなんですけどね、はい、グローバルに見ればそんなな大きくない、うんうん、だから立場的に日経平均株価はまず、まあ、ドル円がまだ多少円高方向にバイアンスかかるっていうので伸び悩むのもあるし流動性危機という側面からするとナスダックについてっていいのか。 中国型的な扱いを受けるのか。 今迷っているところじゃないですかねこの2週間ぐらいお話してると思うのは皆さんやっぱりのの、ねうん、結局リーマンの時ってアメリカの、まあ、ヨーロッパの話だったんだけど、うん、結局ふたげ開けてみたら実体経済日本が一番長く深くやられたっていうのがあってうん、うん、だからそういう連想がすごく働くので、ねうん、海外の方が日本を見るっていう目もそうなんですけど、うん、日本の方が日本を見る目が結構なんかこう日本はまだね短期金利はあの1ミリも上がってはいないんですけれども日本に流動性危機っていうのは全く生まれてないんですよね。 リーママンの時の時トラウマと言いますかね最後一番とばっちりは世界の景気が悪くなって日本の景気が加速的に悪くなるみたいな絵を、まあ、書きやすいんですけどね、うん、まあ矢島さんみたいな人が言っちゃうと、うん、みんなそうかってね思う局面なんであんまりふなっと言わない方がいいと思うんですけどの下の話はいくらでも言えるとは思うんですけど <laughs> まあ問題は上の話もあるのでそこをバランスよくどう判断するかだと思うんですけど。うんはい、で最後に、えー、っとダックスとフッツのの話ですこれあの えー、ヨーロッパではね、あのー、クレディ・スイスの <laughs> クレディ・スイスまでまたまったこれも年中の業、うん、年中行事になってきましたけどねつい3か月か4か月前にもありましたけど。だまあクレディ・スイスの話は今回ちょっとアメリカの話と同じものではちょっとないとは思うんですけど、うん、ただその金融に対する不安がこう高まる要因という意味ではもう絶好のタイミングで出てきちゃったっていう話だと思って、ねうんうん、<laughs> <laughs> ただ今回はスイス賃金が動いて貸し付けるっていうことを決めたんで貸し付けて実際も入ってないと思うんですけども。 入る段になったら、まあ、日本でも例えばリソナーが国有化された時のことを思い出してもらいたいんですけども当然。 権限がが出てくるわけですよね中銀がいや確かにその中銀との関係、まあ、スイスは、まあまあ、正直みんなが安心してるのは、うん、何か問題が起こった時にはスイス中銀が助けてくれると多分みんな思ってるんですけど、うん、ただ問題なのはこれあの資本問題なので、うん、資本の,その増強とか資本が強い資本になるかどうかっていうのは今回の話で無理なので、うん、おそらくクレディ・スイス出てきてまたしばらく経ったらまた起きるよねと多分みんな思ってると思うんですけ、ね、ど、うん、だから時間稼ぎが今回の話でどれくらいできるかっていうのの見極めなんじゃないですかね。クレディスイスイ に本当にスイス中銀がまあスイス中銀のコントロール下に入ることになったら、それはもう投資銀行じゃなくなる、ね。それはちょっと違う銀行になっちゃう、うん。なっちゃいますよね。うん、まあそうなると当然リスク資産からまあクレディスイスがクレディスイス及びクレディスイスのグループの資本が出ていくという読みもあると思います。ヨーロッパは結構下がりました。同時にひょっとしたらこれ原因もねこれ二つシナリオがあってね、さっきの景気のシナリオ、グローバルな景気が悪くなるというシナリオもあるんですけども、やっぱりクレディスイス マネーと言いますかね、うん、そういうレバレッジ型のマネーがやっぱり小さくなるというその絵も原油には入ってるんじゃないかと思うんですけどね、うん。ちょっと原油は下の方に完全にちょっと行き始めましたね。うん、だからこれ見てるとなんとなく世界経済の先行きまあ金融の先行きとか見える感じはしますけどね。これがね、ま、う、あ、ん、悪いシナリオはいくらでも、えー、根掘り葉掘り語れちゃうようなところに来ました。うんうん、で結果的に金がこんなふうにリバウンド体制に入ったという感じです。まあまとまったところなんですけども。うん 正直そうかなと私は思っています,ああす、ね、これはこの後矢島さんの話を聞いてもう一回考え整理しようかなと思いますはい